えー、こんにちは黒田和です今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、インワードと6連の読み替えということで,ですね、まあ、続いてますけど、シンコペーションブックの読み替えですね。まあこれ、ちょうどいいパッド練習になるので、練習していきたいと思います。まずはですね、えー、前回やった3連の読み替えの1段目を復習します。ちゃんと、えー、全部3連も書きましたね。えー、8分の12で書いたので、まあ、カウントの取り方と8分の12の考え方をお話しします。 これの間をダブルで埋める六連符の読み替えというやつとインワードパラディドル、これをメロディでインワードパラディドルでメロディ読み替えする考え方と、そうするとチェンジアップができるということをここまではやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まず前回やった三連の読み替えの一段目復習ですね。これはだからえっと三連の表と裏、まあ八分の十二これちょっと後で解説しますが、上に三がなるとねこう向こう アクセントと3でぐちゃぐちちゃゃになるんであの3で分上の3を省きたかったから8分の12にしました。でこれでいくとこの間やった基本形のところと一緒でという風になるわけですね。 まあこれができるだけで、まあ、あのドラムソロちょうどあの、えっと、バスドラシブで踏んでるねあのスイング時代のドラムソロはまあこんな感じマックスローチもこういうソロをよくとると思うんですがバスドラシブ踏んでやるっていうのがもう簡単にできると思いますえっと8分の12で書いたっていうことはですね8分の12ってことは、えっと、これ四4分の4で書いちゃうと上に3をこうずっと ていかなきゃいいけないんですが8分のにすると書かなくていいですなので8分の12にしました。でこれカウントどうするんですかってなるんですがゆっくりだと1エンダー2エンダー3エンダー4エンダーとか123223323タントントン1231231231231タツクタタツツタツツ8分の6だと1エンダー2エンダー1エンダータトントン。Parece みたワン、ツー、ワン、ツーの流れですね。ワン、ツー、スリー、フだとワン、ツー、スリー、フォワン、ツー、スリー、フォいうパルスになるわけですね。だから3拍目がちょっとちっちゃくなります。ワン、ツー、ワン、ツーだとここで途切れた感じのスタイルの音楽だということですね。演奏中に結局スタートがこうなったとしても演奏中にいっぱい変わっていくんですね。なので、えーと、絶対じゃないんですけど、ただパッて見たときに、 この曲の感じになるっていうのがまあ、根底がどれかっていうのが分かっていると最初演奏した時に曲のイメージが湧きやすいってことなんですねだから譜面がパって見た時にいい譜面っていうのはあ、こういう感じの曲ねっていうのがわかるこの8分の12の設定っていうのをあこういう感じねっていうのがわかるって感じですねこの曲の場合はこのやつの場合は本当は8分の12で書くタイプじゃないですが上の3がアクセントとこうごっちゃになって見えづらいのでこういう風うに書きましたということでございます じゃあそれの間をダブルで埋めるということですねその上の段を見てもらうとそのまま下にやってもらうとそのアクセントンとか丸で書きましたなのでタツタツツタタツツタツをタッとこタッツクツクタッツクツクタツファイブストロークを使うわけですねこうするとテンストロークとかもとか出てくるんですがこれで読んでいきますそうすると

たタン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 たんタン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 タん大きなメロディが変わらずに細かい動きが入ってくるってことですねこれはすごく大事ですねだから大きな3連は聞こえるんだけど細かいみたいなだから6連でガーってこう「こタカタコ」ってやるんじゃなくてタンタンたタ,タンタンみたいな フレーズも聞こえててくるけどドーっていうのもれはえー、っと間の音は僕はグランドロールって呼んでるんですけど要はこれがずっとノイズみたいっていうかノイズっていうかずっと根底になっててその上にその上にアクセントが上に乗っかってるみたいなイメージですねはいインワードパラグルっていうのは

右と右の間にこうダブルが入ってて左と左の間にダブルが入っててみたいな感じですねこれインワードと言います。インワードパラディドルは要は普通のパラディドルその4つ目の音から始めれば右左右右左右左左なのでパラディドルと動きは一緒なんですがスタートが違うと雰囲気がすごい違います。僕インワードすごい好きでよく使うんですけどで今回は考え方としてはインワードは「立つつった立つつった」っていうのは「立つた立つった」の真ん中をダブルにしてこうクオンタイズかけたみたいな。 っていう感じ要はタッツたタつくたツクタッタッツたタつタッ」ってさっきの6連読みだったら「たッツクたッタッだったのを「っつツッっッたッつッタッツッタつっッタッツッタッツッタって読むって感じですね。 1> 16 1分音符の1個個目目と4個目にアクセントが来る感じだから前の6連読み替えっていうか、えー、と前のパラディドル読み替えだとタンタンつくタンタンつくタンつくんで、えー、とアクセントは16分音符の3個目に来たはずなんだけど今度は1個目と4個目に来ます。そうするとせーの

これを要は順番にあるこれとから要は真ん中で言うとチェンジアップで言うと3連166連になるんでチェンジアップみたいな感じなんですけど。 で、えー、でやるると売みたいに聞こえるんですよ。一小説明だけを下にこう読んでいくと「タンタンタタンタン」を「タクツタツクツタタツツタツクタタタタタン」「タンタツクツタタツ」「上に戻ってタンタツクタタンタン」「大きな目らか」「タンタンタタン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 タタンタンタンタタンタタン」っていう風な感じ。一つののメロディーなのに。えー 雰囲気がバッて変わるので、ものすごくこうとか売店になったように聞こえるし。というふうに、ものすごくこう膨らみますよね。なんかこう同じメロディーで展開するので。こう同じメロディーがずーっと大きく聞こえてくるのに、細かい。 急に売店に聞こえたり、6連に聞こえたりとか、みたいなスピード感がガーって変わっていくので、ものすごくこううまく展開しやすいということですね。なので同じメロディーが展開するので、ドラムソロが膨らむということです。ちょっと難しいんですけど、このインワードパラディドルは、これ意外といない知らないんですけど、このインワードパラデドルは僕よ,よく使うんですね。インワードパラデドルって、まあ、ウェックルがものすごくよく使うんですけど、 インワードってめちゃくちゃかっこよく聞こえるんでぜひ頑張って練習していただければと思いますえ、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方で ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。